明けましておめでとう、ドズルチャンネルのみんな元気してたか？セスだよ、ドリューサ。今日はいきなりなんだけれども、新カードの情報をみんなに伝えていきたいと思う。彼女はすごいクールなカードだぜ。見てくれ、こんな感じで範囲攻撃ができたり、まあ、めちゃめちゃ面白い特性もあるから、ここから紹介していくな。新カードのファイアークラッカーだ。この新カードは来週から始まる新シーズンからリリースされるんだが、まあ、3コストのカードだ。こいつの面白いところは、敵にまずこう攻撃するだろう。攻撃した時にこの攻撃が弾けるんだよな。一発目が当たった後に後ろのユニットにも攻撃が弾ける。これがこいつの面白いところだな。初めの構想段階ではいろいろ攻撃パターンも悩んだんだ。まずはこんな感じでいろんなユニットに攻撃が広がっていくような攻撃、初めはこれがアイデアとしてあったんだが、だんだん悩んでいくうちにこのように一発当たった球が後ろのユニットにも弾けていくような、そう、ブロスタのペニー、こいつにヒントを得た。ブロスタのペニーは一発の球が当たるとその後ろに、攻撃が弾けていく、まあ、そんな感じのユニットに今回は仕上がったんだよ。今回このファイアークラッカーを実装する上でやっぱり見た目っていうのはめちゃめちゃ悩んだ。みんなも知っての通り、クラロワって魅力的な女性のキャラクターがたくさんいるだろ。だから他のキャラクターには持っていないような見た目、かつこのロケットをぶっ放すっていう、まあ、そういったこのパッと見で分かりやすいっていうキャラクターを目指したんだ。まあ、このロケットっていうのがね、女の子とアンバランスで僕はすごく気に入ってるんだけど、みんなどうかな。いかついロケットをぶっ放す、そんなキャラクターぜひみんなに使ってほしいよ。じゃあ実際にこのファイアークラッカーがどのように攻撃するのか一緒に見ていこう。今回はジャイアントとマスケットがやってきてるんだが、こんな感じでジャイアントの後ろのユニットにもしっかりダメージを与えていけるっていうのがこいつの強いポイントだ。ただ火力がそんなにあるわけじゃないから、まあ、ジャイアントをまあぶっ放すようなそんな火力はない。ただ後ろのクラッカーでこんな感じで、アウトローガールなんかは一発で処理できるから、割と後ろのユニットは解けやすいかもしれない。さらに注目してほしいのはこのノックバック機能だ。攻撃をするときに後ろに下がる特性がある。これをうまく使うことでより強力な使い方ができるかもしれない。ここはポイントだぞ。さらには他にもタワーの後ろのユニット、例えばこのエリクサーポンプだな、エリクサーポンプもまとめて処理できるっていうのはこのユニットの強みになるかもしれない。3コストでここまでできるっていうのはすごく面白いけど、まあ、キングタワー起動とかにもしかしたら使われるかもしれないな。どうだみんな、早く使ってみたいってなったか？このカードは実際には1月6日に来る新しいシーズンから使うことができる。多分チャレンジかなんかが来るだろう。さらには前回リリースしたこのブースト機能だな、キングタワーと同じレベルに一気にブーストされるっていう機能があるから、キングタワーレベル13の人はいきなりレベル13の状態でこのファイアークラッカーを使うことができる。アウトローガールをワンパンできるっていうのがやっぱりポイントだぜ。アウトロー使ってるやつら覚悟しろよ。さらには呪文との相性を見ていこうか。矢の雨にはワンパンされるが、ローリングウッドにはやられない。この絶妙な体力調整、これに2019年の半分以上俺は費やした。矢の雨使ってるやつまだ少ないからな、矢の雨を救いたい。まあ、新カードに関する情報はこんなところかな。ファイアークラッカーの新着情報はこの後もどんどん出てくるから、絶対お前らはこのドズルチャンネルのチャンネル登録をしろよ。このチャンネル登録しろよって言ってるのにまだしないやつがいるからな、お前ら今すぐしろ。はい、ということで、新カードファイアークラッカーに、関する情報でございました。いや、ちょっと正月だからね、気抜いてたわ。まさか今日、もうちょい落ち着いてからね、新カードとか、なんかバランス調整とか、今週の金曜ぐらいに来るかなとか思ってたら、まさかの、1月2日にね、新カード情報が来るというところで、慌てて、当てれこいたしました。結構ね、この新カードの時の、ね、当てれこ動画は、評判がいいので、また今日のね、動画評判良かったら、やっていきたいなと思うんですけど、割とね時間かかっちゃうんですよね。人のね言ってることに合わせて自分も声を入れるってなかなか難しいですね。やっぱ声優さんとかすごいなと思うんですけれども、じゃあこっからちょっとトラ上げの方もねお送りしていきましょうかね。まあ、新カードがね出た時にこのカードブーストがあるじゃないですか。こうカードブーストがあるってことは、これ今後毎月新カード出るんですかね。どうなんでしょう。まあ、でも過去にねクラロワってこう毎月新カード1枚ずつ出しますって宣言してもなんか出さなくなったりだとか。あとはなんかね、ワンシーズン
ズンに4枚ずつ出していきますみたいなの試してみたけど、なんかいろいろ試してると思うので、まあ、あの新カードないときはもしかしたらザッピーがレベル13になったりとかね、そう使われてないカードをこのレベル強化して、ブーストしてくれるみたいな効果がもしかしたらあるかもしれないというところでですね、まあ、新カードを皆さんぜひね、強いとか弱いとか、皆さんの予想をぜひコメントに書いてみてください。個人的には3コストで割と強いなっていうのはあるので、おそらく結構使われるんじゃないかなと思います。で、あいつが入ることによって矢の雨採用がまた増えるんじゃないかな。矢の雨前回で強化されて、それでもまだまだ、他の呪文に比べたらね、採用率は低めだと思うので、まあ、矢の雨の採用が、上がってきて、またちょっとバランスが変わっていくのかなというところで、また、新環境も楽しみでございますね。さあ、といったところで、ちなみにあのバランス調整についての発表なんですけれども、以前動画で取り上げているんですが、改めておさらいなんですが、バランス調整はね、次回はエリゴレとダークネクロ、この2枚に関してはもう弱体化が、発表されております。もう弱体化するっていうのが発表されていて、でバトルヒーラーに関しては今回は弱体化しないっていうのが発表されています。でバトルヒーラー強い強いって言われてるんですけど、まあ、エリゴレとダークネクロとの相性が良すぎるだけで、実際のところ、もうちょい様子を見たいっていうのが、公式の見解で、だからバトルヒーラーは1月の様子を見て2月に弱体化するかどうかを決めていくというところで、1月はそのままなので、まあ、今のうち、育てておくっていうのはありだと思います。個人的にはバトルヒーラー強いカードだと思っているので、まあ1月暴れるんじゃないかな、といったところで、じゃあマルチの方やっていきましょう。お願いします。さあよろしく。いや最近なんか寒いですね。今年の年末年始もとにかく寒くて、もうガチガチですわなんか一段と寒くなりましたよね。年末年始ね、1月2日か。まだ1月2日の実感湧いてないな。なんか1月3日ぐらいまではね、ゆっくりしたいっていうか、今日もね、夕方の3時過ぎ、うん、15時半ぐらいまで寝ちゃったんだけど、もうちょっとなんかゆっくりしたいなーっていう気持ちが、あります。はい。私もまあ、ぼっちぼっち、わー、ラバーハンド来た。もうね、ちょっとラバーにはね、ごめん、ラバー相手だと、マジで勝率が悪くて、下手っぴに見えると思います。で正直、このペッカラムデッキでラバに勝つってもう相当難易度が高いんですよね。だからちょっとこれも勝てない前提で、まあ、なんとなくぶっ放していきたいなっていうところではあるんですが、ザップで止めて OK。 ペッカが少し延命して、いやーとはいえだな。まあでも右に今エリクサを使わせたことによって、おそらく左はディガー飛ばしてきて終わりだと思うので、次のディガー対策を、あ、ディガーじゃなかった、こっち OKOKOK。でもこれでさらにディガー飛ばされるとちょっときついですね。一時効果に持ち込んだ方がいいのかな。さあディガー飛ばされて、ここはちょっと一旦落ち着きボーナスかな。エレウィズ足さない方が良かったかもしれない、もしかしたら。いや落とされる、いや素直に落とされるべきだったか。次のまた相手、ラバハウンドをどっちから来るか、右から来ますでしょうか。右から来た時が本当厄介ですね。右から来るよな。でここでインドラとバーバリアンがマジできついんで、逆サイペッカ組んだとしてもうまく処理されて終わっちゃうパターンが多いんですよね。マジックアーチャー右に足してもおそらく効果的な、いやーきついなこれ、本当にきつい。お、インドラそっち、インドラもそっちやったらもうちょっと全通しましょうか。こっちで出しながら、でおそらく相手ここ左バーバリアンしか受けがないので、バーバリアンが出てきたら最速で、はい、最速でユニット足しつつ、さあここワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ。右はキングタワーが落とされないようにして、で相手インドラが出てくるまでペッカ止めれないんで、悪くない悪くない。さあペッカをうまく生かしつつ、他のユニットでタワーにダメージを狙って、よし、キングタワーまだ無事やな、キングタワーまだ無事だけど、あ、ちょっと危ない危ない、キングタワーが危ない、キングタワーが危ないこうなるんだよね本当に。いやマジでラバーハウンドへの勝ち方ちょっと教科書になってほしいな。いやー結構きついですね。ここはペッカプラスのうまくエルイズなんかで処理しつつ、ダメージが痛い、ダメージが痛い。さあここでね、多分キングタワーまで落とされまして、GG ウェルプレイドという感じでございます。ありがとうございました。まあでも正直ラバが一番苦手なデッキなので、ペッカラムっていうのはね、うん、まあここはちょっとごめんなさい、次でリベンジさせてください、よろしくお願いします。まあ、ラバとスケラがすごい増えてきてるんで、このデッキもかなり今下火になってるっていうのはこの前の動画でね、取り上げた通りなんですけれども、そうなんですよね、だいぶきつくなってる雰囲気がありますね。さあバトルヒーラーエリゴリかな、バトルヒーラーやってきまして、
エリゴレダークネクロライトニングドラゴンのデッキでしょうか。さあここはダークネクロ、みんな大嫌いなダークネクロ来て、ダークネクロとねこの相性もやばいですよね。本当にこの暴れまくってくれる。さあ今回ペッカを足しつつ、さあ相手はここは守りのユニットとしては、さあラムライダーもちょっと早めだけど足しちゃいましょう。これちょっと足しすぎかもしれないけど、相手ここバトルヒーラーもダークネクロも切った後なんで、さあ美味しい。さあライト、ここはライトニング打ちたいけど多分打つのに間に合わないんで、これライドラがやっぱ強いですよね。一発ナイスで、おそらく相手のデッキはもう十中八九テンプレのねエリゴレダークネクロ、うんたらかんたらでしょう。さあここは何も足してこないか。 OKOKOK で呪文は開いて、これポイズンが多いのかな。ライトニングのパターンもなくはないよな。でエリゴレからの吸収がやっぱ強いので、吸収っていうかもうあの急激な攻めね、急激な攻め、エリゴレから組み立ててくる、一気に形作ってくるあの攻めが強いので、そこだけケアしつつ、ペッカを出すところをちょっと間違えてしまうと本当強いんですよね。さあここはユニットを処理して、ここユニット何も足さずに、はい、許容していって、OK、こっからですね。おそらく相手としては、今、ダメージリードこっちがだいぶ取ってるんで、ここで無理やりにでも、エリゴレプラスのダークネクロ、ライトニングドラゴンとかで形を作ってくると思うので、ここに、ライトニングをぶち込ませていただく。相手ここで呪文来るか？エリゴレを多分足してくる。エリゴレとダークネクロを多分足してくるんじゃないかなという、ドズル要素、あれ？諦めた？さあ、ここは何も来ない。何も来ないってことがあり得るのか？さあ、いいよ。いい、ここはエレウィズが生きて、エレウィズが生きたのが何よりも熱いですね。さあ、エリゴレ来ましたね。エリゴレ来て、ここは呪文でなんとか処理したい。呪文でなんとか処理したいけど、いや、いいですね。あと、エリクサーゴーレムを処理できれば、こっちのエリクサーが、うわぁ、ライトニングが、ちょっと待って。いや、ここ一旦落ち着こう。ここで、エリクサーを使ってしまいすぎると、マジで止まらなくなるんで、ここはうまく処理させていただいて、バトルヒーラー、てめえはか。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。もう、これが本当に強すぎる。今のも、いや、守れよ、どうぞって思うじゃないですか。マジで守れないからね、あれ。本当にいい加減にしてほしい。さあ、ライトニングドラゴンは早めに処理して、OK。ちょっと今、ヒヤッとしたね、ドラゴンが来て。ベビードラが来て、ヒヤッといたしましたが、ここ、延命が、あ、できない。もったいない。今の延命できるんだったらしたかったな。これでね、何が凶悪かって、やっぱり、このバトルヒーラーが、バトルヒーラーが強いわけですよ。バトルヒーラー弱体化しないってマジですか、公式さんと言いたいところですが、さあ、ここはライトニングで、ライトニングドラゴンやっつけて、やばい、バトルヒーラー、これ止まらんよ。だってダブルのバトルヒーラー違う。ダブルのバトルヒーラー、ちょっと違うくね。あー、やめて。2位残りました、皆さん。ここは相手呪文を持ってないわけがないので、あとは相手のおもちゃになりつつ、はい、私はね、あの不運なこのエリゴレにしばかれつつ、エンディングを迎えたいと思います。私の、タワーは残り2でございます。残り2が、切れた瞬間にこの動画を終わることでしょう。またね、新着情報とか、いろんな動画とかね、お送りしていきたいと思いますので、皆さんエリゴレにボコされてる方、